4月20日土曜日、グランドソウルカフェガンズでライブを行うサンヘドリンで、真っ二つにする、どっちへも傾くなよ。この番組は君の部屋をライブハウスにするミュージックビンゴ、この番組の提供はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ということでもうあれですね、うん、夜はちょっと寒いんだけど昼は暑くて、暑い暑い、朝もめっちゃ寒いよ、ね、うん、寒いわ暑いわ、でもでそれでまた雨で湿気で、うん、ねえ、はい、大事になりますよね。ね、せっかく髪切ったのにさ、うん、ストレートアイロン効かなくなっちゃって、はい、もう今日ムースでクシュクシュごまかしてきました。湿気で、湿気で、湿気でね、湿気が最近ね、あのうちの家系はね、天然パーマのおじさまたちなんですよ、はい、で僕もある年になって、はい、ああやっぱりあの遺伝いうのはすごいんじゃなと思ってね、うん、あの天然パーマみたいにこうくるくるなりだして、うそ、それで、うん、それであの散髪に行って、うん、散髪屋さんにやっぱり年を取っても遺伝いうのは出てくるんじゃないか、何がっつって、うん、あのいや髪の毛が最近なんかくるっとするとこがあるんだけどって言ったら、うん、いやいや何を言うとるん、髪が痩せていくよるんよ加齢ですって言われましたあ、髪が細くなる、髪が細くなるんですよ、まあ、腰がなくなってくるってこと、そうそう、でそれでなんですか、あのよくテレビを見ると、うん、ね、最近ボリュームがなくなったっていうのなんやだろうとかね、はいはい、うん、みかんから抽出、うんうん、あ塗ったらいいんじゃないかとかっていう話ですけどね、うん、まあでも年齢に応じてですよ、あんまりね、うん、もう80にもなってボーボーっていうのもね、そうだそう、うん、でもしっかりしてる方は結構しっかりしてるんだよ、いやもうね最後まで生えてる方もいますけどね、うん、まあ、うちの、 あの家系はあの大体おじいちゃまおじいさま方はですね、うん、皆さんもう見事に20代後半からですね、はい、もげ上がっておりますから、お、はい、で私が全くまだ大丈夫って感じなんですよ、うんうん、でも時々ねあの髪の毛洗って鏡見るとカッパかなと思う時は一瞬あるんですけど、ある、あります、ある、そう
はい、だからもうちょっとわーっと思いながら、うん、まあでも今年54にもなれば本数が減ってもね、はいはいはい、不思議はないですけど、もすごく毛穴が多い、ね、毛が多いってすごい散髪屋で言われてましたけど、はい、僕も多分伸ばせばおすっかすかですよすかすかですよ。でね、またあの女性ホルモンが多いか男性ホルモンが多いかによるんですよ。あ、僕はあの手にあの何ですとかあのすね毛とか、うん、あの全然生えてないんですよ、うん、っていう人は女性ホルモンが強いらしい。強いです、だから、だから何薄くなりにくい。あ、そういうこと、うん、だから女子だからね、持論です。別にあのな何に実証されてるかはよくわかんないですけどもしくは俗説です。俗説、女性ホルモンが強いから、はい、まあ、そんな話はどうでもいいんですけどね、まあ、あのなってもあってもかっこいい人はかっこいいですから、そこですよ、そこですね、人間力を出していきたいなと思いますけど、ね、はい、はいはい、そんな感じで番組進めてまいりたいと思います。ライブパーソナリティはガンさんと MC ブサイクとそしてジュンです。以上のメンバーでレディオビングスタジオよりお届けいたします。バックスナンバーは0849208765、 0849208765、 ミュージックビンゴスタートです。このコーナーは私シンガージュンがチョイスした懐かしい曲を歌っちゃうコーナーです。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は懐かしいんです、うん、はい、懐かしいです。親ジーフィーさん、はい、かっこいいよね。かっこいいですよ。いまだに体型が変わっていない、うんうんうん、で筋力が多分変わってないんだと思うんですけど、はい、だから歌声も変わっていない、うんうん、なんかそれを聞いてみたりするとごめん私って思ったりする瞬間もあるんですけど、まあ、そんなことはないですけど、はい、そんなかっこいい大谷フィーフィーさんの名曲の中より、うん、ジロー兄ちゃん大好きな大谷フィーフィーさんラブイズオーバーをお届けしようと思うんですけども、はい、何かあるたびにさジロー兄ちゃんさジュンちゃんラブイズオーバーやろう。まああのおぶりのサックスがまた歌えるんですよこの曲ってね、うん、というお誘いもあるので、まあ今年のクリスマスあたり、ね、またお終わった方々がクリスマスに来るって感じですね、うん、あの僕いつも思うんですけど大谷フィーフィーさんの歌でね、うん、私はあんたのって歌うじゃないですか、うん、あそこはどう聞いてもね私はあんたああいう風に歌ってるようにねちょっと台湾なまりっていうんですか、まあ、台湾ご出身の、ね、方ですか。そこがまたねググッと来ちゃうんですよ、うん、いやいいんですよこれがね。日本に来て大変だったりなんて思ったり、ね、しちゃったりするんですけど、伊藤カウルさん作詞作曲なさってます。で、もともとは噂のディスコクイーンという、うん、1979年の B 面でラブイズオーバーが入ってたんですが、人気が爆発しちゃって翌年80年に A 面差し替えとしてまた販売されたらしいんですけども、歌詞がすごい、あの恋愛模様でもやっぱりポップスはお子ちゃまの恋愛模様があったりだとか、やっぱり演歌はもう熟女の恋愛があったりだとか、でこのラブイズオーバーって中間的だと思うんですよね。多分世代的には私ぐらいかなと。で年上の彼氏がいて、で一節私はあんたのお守りでいいっていうところがあるんですけど、かっこよくないですか、いつでも戻っておいでよと、誰に抱かれても私はあなたのことを忘れることはないでしょう。まあ1年ぐらいでしょうもう最近はで、そんなね、そりゃ昭和ですよ。で昭和の歌だから ね、うん、今の時代でそんなねカッコつけて、でほんなら俺は出ていくわって言ってね戻ってきましたって言ってもね、はい、みたいな感じなることが多分多いんじゃないかと思いますけどね、はい、それもねまあわかるんですが、はい、
まあそんなね、うん、女行きのいいお姉さんの、あ、まあそうですね、はいはいはい、うん、心が広いというか、うん、愛が深いというか、うん、視野がちょっと狭いところもあるのかななんて、うんうん、恋はね、そう視野を狭くしてしまうところもあるとは思うんです。でもこういう歌詞にまとめてしまうこの作家の先生が、はい、とても素敵だななんて思っております、うんうん、私はちょっともう少し大人のラブイズオーバー歌いたらいいなぁなんて思っております。いいですね、うん、ではこちらをお届けいたしましょう。ラブイズオーバLove.
ビンゴミュージックビンゴThe music bingo No, 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 no ケイズスタイル。このコーナーは瀬戸内ソウル許可局公認バンドザ・キング・オブ・プラネッツのボーカリスト私 MC ブサイが注目のアーティストやライブイベントを肩の力を抜いてご紹介するコーナーでございます。このコーナーをお聞きいただければ一を知って十知ったかぶれるというリンゴエリアのミュージックシーンにおいて人気大沸騰のお時間になっております。それでは早速参りましょう。今週の特集はこちら、敬愛してやまないあの方風の歌声、ポセイドン石川特集。はい、先週からご紹介させていただいておりますジャズピアニストでシティポップ芸人と呼ばれるポセイドン石川、厚みのあるコーラスワークに独特な歌い方、まるであの方のようなサウンドを駆使した数々のカバー曲の動画で今 SNS で話題を集めているポセイドン石川でございます。クオリティの高いポセイドンサウンドが昨年後半から本家並みの勢いで吹き荒れております。まだ CD 化されてない曲のごく一部も SNS などで聞くことができるのですが、僕は一刻も早く CD 化してほしいと願っておるのが、例えばですねボヘミアン・ラプソディ、あの方風に歌うとかですね、ビーズのラブファントムとかですね、アムロナミエの勧誘セレブレイト、ダパンプの USA など、いずれもですねご本家が絶対に歌わないであろう耳なじみのありかつ、意外性があって面白そうな曲をピックアップしているところが絶妙でございます。はい、それではお送りいたしましょう。今年の2月に発売になったメジャーデビュー CD ポセイドンタイムからですね、ポセイドン使われるラッツ&スターの恵みの人をお届けするわけなんですが、できることでしたら音量大にしてじっくりお聴きください。そしてせっかくですのであの方のあの番組のエンディング風に私締めたいと思います。それでは来週もセイムタイムセイムチャンネルで皆さんごきげんよう、さようなら。見てない。 MC ブサイクでございました。Bingo! The music!
佐藤清兵衛の真珠の森のお祭り林ミニミニコーナーやってまいりました。皆さんこんにゃんにゃちは。夏の日の1993で100万枚を超えるミリオンヒットを記録した元クラスのあの日浦貴之さんの福山でのライブ近づいてまいりましたね。日浦貴之さんのニューアルバムオンザロードアゲインからこの番組のために特別にいただいた曲を今日は紹介いたしましょう。泣いてないし恋をした、おお君に夢中、普通な女だ思っていたけどな、人違い、おおそうじゃないよ、いきなり恋してしまったよ。日浦貴之ライブツアー2019というわけでございまして、7月4日木曜日近づいてまいりました。福山市三船町のグランドソウルカフェガンズでのライブです。スタートは午後7時半からということでございまして、これがね、なんと60名様限定ライブなんですね。60名様ですから、ちょっと急いでいただいた方がいいかもしれません。前売り券に3500円、当日4000円ということで、前売り券現在好評発売中ということで、なくならないうちにゲットしてください。今まだね発売前なんですけども、ニューアルバムの正式タイトルが決まったそうです。 On the road again、 太陽がくれた音楽の旅ということに決定したそうですね。今日はね未発表曲の曲が届きましたので、ミュージックビンゴをお聴きの皆様のためにスペシャルでお届けしたいなと思うんですけども、ところで今回は全国名所レコーディングツアーということで、この曲は京都の上高野で録音された曲なんですね。それはそうと、今回のアルバム CD にはですね、特典として全てのギターのコード譜がついている、こんなアルバムあったんでございましょうか。日浦さんってね結構独特なギターコードを使ってるんですね。結構変態的なギターコードを使ってるんですけどもね、それが分かるということで、完コピマニアには結構レアな CD になるかと思います。さ あ, 今日のご紹介する曲、京都上高野で録音された曲なんですけども、この曲で使われているギターはマーチンの28らしいです。マーチンの28、名機やないかい、どんなサウンドなんでしょうか、聞いてみましょう。アルバムの、ね、ライナーノーツに書いてあるんですけども、この曲はコラボで裏庭のウグイスさんとコラボしてると書いてあります。どんなんでしょうか、京都で収録された裏庭のウグイスさんとのコラボ曲、静かに聞いてみてはどうでしょうか。日浦貴之、部屋の窓から。コーヒーカップ片手に部屋の窓を開ける、朝日がなだれ込んできて、僕は思わず目を細めてる。風はなくてちぎれた雲が浮かんでる、じっと頭を抱えたまま少しずつ変わってゆく空模様。ジャクソン・ブラウンの歌が流れてる、なぜだか知らないけど悲しくなってる。思い出してる、思い出してる、
べばそこにいた。遠い日コラボのウグイスさんいましたね。いやーすんごいこれ化学反応ですね。さあ7月4日に近づいてきた日浦貴則ライブツアー2019 in 福山、次回のこのコーナーでもニューアルバムオンザロードアゲインからの新曲をご紹介したいと思います。佐藤清兵衛の鎮守の森のお祭り林でした。ミュージックビンゴ、今夜もまだまだ続きます。このコーナーは君の部屋をライブハウスにするスタジオ生ライブのコーナーです。それではまず1曲をおかけしたいと思います。4月の14日ファースト CD を発売しましたトランペッター咲谷ゆかり、アルバムザ・ビギニングよりシングシングシング。
はい、スタジオ生ライブのコーナーですけれども、今日もお客様に来ていただいております。自己紹介お願いします。皆さんこんばんは、トランペット奏者の崎谷ゆかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの4月の14日にあのファースト CD The Beginning 発売されたんですけれども、はい、その時のライブはもうあのこの番組におかけしたんですが、ありがとうございます。いかがだったでしょう。たくさんのお客様に恵まれてとっても楽しいライブになりました。はい、そんなですね、あのさっきはゆかりさんなんですけど、まあ、現在あのローズエンジェルという、福山ブラスアイドル、こちら のリーダーも務めてて、まあ、バラ祭りにも出演されたりといろいろあの活動も多岐にわたるんですが、今日はあのイベントの告知でいただきました。ちょっとあのイベントのご紹介を。はい、この6月23日日曜日14時からアクティブライフ茨ですけど、少し遠いですが来ていただけたら嬉しいです。アクティブライフ茨メルヘンホールでコンサートを行います。はい、これあのリサイタルになるんですよね。はい、はい、ということで当日あのゲストで出演される方をご紹介ください。ピアノ石川優子さん、そしてドラム岩本俊之さんでお届けしたいと思います。はい、私もちょっとお手伝いするんですけど、まあ、以前あのリサイタル3年前ぐらいですかね、4年前です。4年前にね、はい、帰国されてすぐ、まあ、リサイタルを行って、まあ、僕もその時お手伝いさせていただいたんですけれども、まあ、お客様 もう超満員、立ち見が出るような状態で、今回もそんな勢いでしょうか。頑張ります。はい、チケット絶賛発売中です。はい、チケットどちらで発売されてます。あのグランドソウルカフェガンズに行っていただいてもチケットはあるんですけれども、はい、茨の方は矢吹楽器さんにお問い合わせしてもらえたらと思います。電話番号言っても大丈夫ですか。はい、0866-62-3490。そしてあの私の崎谷ゆかり、まあ、アルファベットでゆかり崎谷と検索していただきましたら私のフェイスブックに行き着くと思うので、そこであの取り置きなどのお問い合わせもしていただけます。はい、ということでここでですねアルバムからちょっと2曲、お聴きしていただきたいと思います。The Beginning より Shine、 これオリジナルの曲ですね。はい、そしてもう1曲が巡り合い、2曲続けてどうぞ。
はい、2曲聴いていただきましたけど、まあ、この6月23日アクティブライフ茨メルヘンホール、これ場所はどの辺になるんでしょうか。茨城駅からまっすぐ歩いていただいたら右側にあの緑の建物というか、まあ、白くて緑の屋根のある建物があるんですけども、そこに歩いて行きます。まっすぐどちらへ歩いて行ったらいいんですか。まっすぐですか、はい、西に向かってまっすぐです。茨城駅よりあの北に向かってまっすぐです。はい、方角ですか。はい、茨の市役所方面といいましょうか、ローソンに向かって。これあの今地図を見ましたら、あの茨北口がまあ正面玄関になるんですけど、これあの直進していただくと右手の方にメルヘンホール、まああれですね、あの車で来ていただいてもあの駐車場のご用意もしてくれてくださってるみたいなんですけれども、はい、まあ、たまにはこう電車に乗ってくるのもねいいかなと思いますけど。そうですね、茨鉄道を利用してみてください、ね。でまた当日は茨もあのデニムの街ということで、あのコンサートもちょっとそのデニムを使って何かあるってことなんですけれども、はい、まだ内緒ですけどもいろいろ考えておりますので、ぜひいらしていただけたらと思います。はい、これが一般の方がチケット代がおいくらでしょう。一般の方2000円、そして学生の方は1000円で、そしてあの当日券は値段が500円ずつ上がりますので、はい、うん、ぜひ前売り券で購入していただけたらと思います。はい、当日はですね、茨城で活動されている吹奏楽団の方たちも協力して出演という、はいはい、そういうステージもある。トランペッター7人に来ていただきます、はい、なのでぜひ来ていただけたらと思います、うん、はい、さきやゆかりトランペットコンサート6月の23日、13時半会場、14時開演、チケットはですね、あの茨城の方はあの矢吹楽器さん、そしてですね、まああのフェイスブックと、インターネットなんかでもですね、あのさきやゆかりさんでコンサあの検索していただくと、いろいろとヒットするので、まあ、そちらの方でご予約という形も取れますし、はい、グランドソウルカフェガンズにお問い合わせしていただいても結構ですので、ぜひとも皆さんお越しになっていただきたいと思います。はい、はい、それでは最後に1曲、おかけしたいと思います。ビギニングより What a Wonderful World。
歴史に名を残す。バラの街福山にライブミュージックスポットオープン。グランドソウルカフェガンズ、バンドライブからパーティーまで大型ホールでやってみませんか。あなたのサウンドをお待ちしています。グランドソウルカフェガンズ、電話084-927-0071。 歴史に名を残す。ライブインフォメーション and ファックス、読む読む、ラッイヤッ。はい、ライブインフォメーションのコーナーやってまいりました。それではまずじゅんちゃんいきましょう。はい、今週末6月15日土曜日、うん、もう言ってもいいですかね、ハンソンさんいらっしゃいます、はい、やっときますよ。舌がん患ってらっしゃいまして、うん、ステージ1だったんですが、うん、6月の3日に退院なさって、うん、でその後うちのお店ぜひとも行きたいと、はい、大丈夫なんですか。はい、おっしゃっていただきまして、まあ、舌のどこを切ったのかにもよりますからね、うん、でもう先天性の糖尿病もお持ちなので。あ、それは大変ですね、うん、でちょっと傷口の治りがどうかなーなんて思いながらも、うん、でも少し曲を減らしていただいて、うん、で皆さんと親睦会か、ね、いいですね、うん、でうちの温かいじゅんちゃんズファミリーで、うん、ちょっと心の傷もみんなで癒しながら楽しいひとときを過ごさせていただきたいなと思って、うん、もう少しお席ご準備できる方、うん、それいった形なんですけども参加したいという方がいらっしゃいましたらまたご連絡いただければと思います。逆に言うとそういう時だからこそファンの方は、うん、みんなで支えてあげるっていうことは大事です。そういう時だからこそ、うん、みんなで集まんなきゃいけないんだと思います、うんうんうん、で歌う方が歌わないがいいんです、うん、みんなで語り合って。あ、そうそう、わかります。 それ、うんうん、そこにいてくれるだけでいいんです、はい、そうなんですよ、うん、まあ、さだまさしさんなんか歌は歌わずに喋りだけでみんないいからって曲はやるなって逆に言うぐらい、2時間半で2時間喋ったという伝説を聞いたことがあります、ね、はいはいはい、ね、スターダストレビューの根本さんも喋、はい、りだけ のファンミーティング用の CD が1枚あるそうですからね。なるほど、もう面白すぎて、そうそうそう、ね、まあ、そういった感じで逆に言うと触れ合いを、ね、そこでしていただいて、はい、まあ、全国にそういうファンの方多いと思いますから、うん、まあ、ステージ1だったらね、うん、まだね、うんうん、でも読んでも復活してる人ってたくさんいますから。そうね、うん、まあ、高須クリニックの院長なんかすごいなと思います。全身にたくさん持ってらっしゃいますもんね、でまた手術してとかって言いながらでもあえていろいろ発信してね、うん、やっとられるんで、はい、まあ、僕は負けるかもしれませんけど、ね、聞いただけでガンって聞いた、それがステージいくつだろうか聞いただけで、ああもうって。あ、それね、一番最初はショックなんですよ、ええ、で検査とか行くじゃないですか、うんうん、もうなんかね度胸決まってへっちゃらになっちゃう。それはじゅんちゃんはそうかもしれないですね、うん、私そうでしたよ。あ、うん、ねえ、うん、僕の知っているバーのマスターがお亡くなりになるときにですね、うん、まあ、もうガンで、うん、でその時に何ですか、痛くなくなる、すごい痛かったらしいんですよ、うん、だけどそのなんです鎮痛剤っていうんですよ、うん、痛み止めをすると医療費もなかなか高くなっていくんで、うん、でそれもたんびに打たなくちゃいけないから、うん、で全然打たずにですね、うん、でもその間痛いと一言も言わずにですね、うん、で、まあ、昏睡状態に陥ってご家族皆さん揃った時パッと目を開けて一言ありがとうっつってそのまま亡くなる、うん、でそれをそこのですね婿さんだった方がちょっと僕に話してくれて、うん、でもういや親父はすごいやつだなと思ってたけどもうそれを言われたらもう何も超えることができない、うん、いや素晴らしい親父でしたっていうのを聞いてね、うん、いや俺はそういう風にいけるのかなと思ったりとかね、うん、そこで目が覚めるのも素晴らしいですけれども、うんうん、人間の一生っていうのはねいろいろな形があると思いますけれどもね、うん、理想としててもなかなかそこに行けることが多いですからね。人間だもんちょっと弱いとこ出ちゃうよね。そうなんですよ。死ぬまで元気にってよく言いますけれどもね、うん、いざそれが決まっちゃうと僕は弱虫かなと思ったりもしますけれどもね、はい、そんな感じでぜひともですね、じゅんちゃんのところそういう時だからこそ皆さんちょっと集まって盛り上げていただきたいなと思います、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そして、MC ブサクさんは、はい、この放送の翌日毎週金曜日のお楽しみキングオブプラネッツの恒例練習会なんですが明日はですね特別にお休みでございます、というわけで1週間後6月21日グランドソウルカフェガンズで、キングオブプラネッツ公開練習会してますんでもしよかったら遊びに来てください。そして、さらにその
日6月15日の土曜日はですね、私、宮通りにあります、ブギーマンカフェポレポレでですね、アコースティックギターでソードを歌う予定でございます。もしよかったら土曜日宮通りのポレポレに19時頃から始まってますんで、もしよかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。そしてグランドソウルカフェガンズにおきましては、6月の14日はですね、ピアニスト福田茂雄さん、そしてサックスの浜崎渉さん、はい、お二人 の CD レコ発ツアー、もう CD とレコ発で被ってますね。被ってますね。被ってないか。CD をレコーディングして発売した。おね、はい、レコ発ってレコードって分かってる方って言うんですか。今またブームが戻ってきた。レコードのね、のライブがあります。そして6月の15日これクローズドパーティーなんですよ。素晴らしいピアニストが来るんですけど、そして6月の16日はオープンマイク、そして6月の21日金銀曜日はですね、ザ・キング・オブ・プラネッツの公開リハーサルもあるんですけれども、はい、その翌日に金時ライブを控えている TR ドンキが7時からオープンリハーサルと、いう形で、6月の22日は TR ドンキ夏のライブと、はい、金時祭りですよ、はい、この時は。はい、これとまた2パックぐらい金プラ用にですね、いただくんですよ、炊いてきていただけるっていう、食べたい、ね、みんなが箸伸ばしてあっという間になくなるんですよ。そうなんですよね。そして6月の23日はですね、今日番組 のスタジオ生ライブのコーナーでもお届けしましたけれども、はい、私がドラムでちょっとお手伝いに行く、トランペッターさっきゆかりさんの、リサイタル、こちらあります。そして6月の29日はオープン、マイク、そして6月の30日もオープンマイクなんですが、7月の4日はですね、はい、元クラス夏の日の1993、はい、以前僕がですね、もう何十年にもわたって1996と思ってた歌詞がこの度、はい、もう今年ですよ。何十年ぶりですか、30年ぶりの時間、1993だったんだっていうね、ずっと言うてたな、僕らも言うてた、言うて1996で聞こえるんですよ、あれあれ僕だけですか。いや、僕も言うてた、6って聞こえてました。3年進んでた、ひどい話ですよね。本当にダメよ、よくないです。歌詞はやっぱり見んといけんですね、はい、その日浦貴則さんのライブが、はい、そしてですね、オープニングアクトにはですね、なんとこの番組のですね、鎮守の森のお祭り囃子、こちらの佐藤清兵衛さん、歌いますよ。すげえな、はい、どっちのリハのが長くなるんだろうかって感じですけど、多分清兵衛さんのライブリハのが長い。俺が大好きですからね、一応した日浦貴則してるくせに、はい、いざ自分が歌うとなったら自分のことでは一生懸命ですからね、はい、そんな佐藤さんが好きです。いや、でもね、ボーカリストたるものは、それぐらいじゃないとダメですよ、ね、はい、まあ、いやでもね、一番言われてたバンドのメンバーにね、その前に立つものは一番目立つし一番恥かくんだから、きっと一番練習しろって言われてた、まあ、そりゃそうですね、それはおっしゃる通りです、練習来てくださるんでしょうかね。そこも私ちょっと不安で、最近ですね、佐藤さんもなんですけれども、割と何ですか、家で簡単にレコーディングができちゃうね、ね、で家でいろいろとですね、リバーブをかけたエコーですね、かけたりとかいろんな効果音を入れることができるんですけども、いざやっぱりそのステージだと、スピーカーの大きさが違いますから、家のパソコンのスピーカーと実際鳴らしてみると低音が随分ぶち込まれてることが多いので、だから、あ、そんなはずじゃなかったのにっていうことがよくありますから、いろいろなですね、スピーカーで皆さん音源を作られた時にはぜひとも聞いていただきたいなと思ったりしますけどね、まあ、そんなですね、グランドソウルカフェガンズはですね、7月も盛りだくさんになっておりますので、はい、皆様ぜひともですね、まあ、SNS そしてですね、インターネットブログなどでも情報をアップしておりますので、ぜひとも皆さんご覧になって、お越しになっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。この番組はガンズミュージックエンターテインメントの提供でお届けいたしました。それでは最後、皆さんご一緒に、せーの、バイバイ。ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、yeah。ありがとう。